大口ユゴイは、蒸気港鈴木目ユゴイ海ユゴイ族に分類される魚類。アフリカ大陸東部からアジアオセアニアにかけて、北は琉球列島、南はオーストラリアクイーンズランド州、ニューカレドニアにかけて分布する。日本では、文献上の北限は、高知県とされているが、静岡県や神奈川県からの報告も相次いでいる。 黒潮の潮流変動によって切断した個体で再生産が行われない死滅回遊と考えられている。ただし近年では関東地域の複数河川にて温泉の排水などによる越冬も報告されており、今後の断続的な調査が期待される。最大全長45センチメートル、体重2.7キログラム、背びれと下上数10、背びれ難上数10から12、 尻びれトゲ上数3、尻びれ南上数9から11。口は大型で、上顎の後端は、目の後半の位置まで達する。また、体全体に、小黒斑点が見られる。主に淡水域に生息するが、海域に侵入することもある。通常は、水質が清涼で、流れが、やや早い環境に生息する。沿岸付近の浅い海から寄水域にかけて、 生息するが、淡水生活が中心と考えられている。稚魚は成長につれて川を遡り、川口から河川中流域に生息するようになる。植生は雑食で、小型の魚類、昆虫、甲殻類、果実などを食べる。産卵の際には、川口や海域へ移動する。甲が海遊性であり、海で産卵する。琉球列島では、ユゴイ類は、 ミキウと呼ばれる。食用とされることもある。釣りの対象魚とされることもある。食用とされることはあるが、主に自家消費であり、分布が非常に広大であることもあり、生息数は多く安定していて、絶滅の恐れは低いと考えられている。ありがとうございます。